ハドフのクーポンが使える店に行ってきた。アンマン大好きなパック。今日のアンマンちゃんでございます。アンマンちゃんがね、大好きなバッグ。保冷バッグの中に入ってね、遊んでます。このままお出かけするんだと。早く動いてくれと、言ってる。このね、保冷バッグが大好きなんですよね。何なんですかね。こんななんかピカピカしてる中に入れられたら気が狂いそうになっちゃいそうだけど、潜って遊んでるんだよね、いつもね。向こうに行こうって言ってる。早く行こうって言ってる。歩いてくれと、おねだりしてますね。それでは本編スタートです。でーす。いや、なんか暖かくなってきたというか、暑くなってきたよね。今日はですね、ホビーオフとね、ハードオフのクーポンが使える店に行ってきました。1000円以上で500円引きということで、まあ、1000円のもの買えばね、半額ですよ。なのでね、1000円以上がクーポン適用範囲なので、ちょっとね、商品を探して、購入してきました。で、まあ、ちょっとそれ以外にもちょこっと買ってきてるんで、まあ見ていっていただければと思います。それでは、まず最初にですね、ホビーオフの、クーポンを使って購入してきたものを、ご紹介します。ホビーオフはね、なんかいろいろ探したんですけど、結局これにしました。ロビンマスクのね、フィギュア。これがね、なんか重量感あってね、なんか凄そうなんですよ。ブロッケンマンもね、あったんですけど、ロビンマスクにしました。あと何があったかな？テリーマンかな？本当は全部ね、買いたかったんですけど、ちょっとね、無理だなと思って。これ剥がれないの。価格はね、1100円が550円ということで、半額で買えました。これね、すごい重量感があるんですよね。なので、ちょっと開けてみましょう。なんかね、ネジもね、ちゃんと金属で止まってる感じがするんですよね。で、結構重いんだよね。これほんとネジでね、しっかり止まってるんですよ。関節が。なので、ちょっとね、あ、これはいいかもと思って、買っちゃったんですけど。これがね、一番状態悪かったかな。ロビンマスクが。これでも。他のはね、結構状態良かったです。まあ、値段も一緒だったんですけどね。やっぱりロビンマスクかなと思って。で、重さがですね、ちょっと光ってて見えないね。どの位置がいい？あ、こっか。ですね、ちょっと待ってね、ゼロに。あ、なった、なった。乗っけるとですね、154g もね、あるんですよ。だから、普通の、なんていうんですかね、ビニール人形、みたいな感じじゃないんですよね。あれ、ビニール人形。なんて言えばいいんですかね。とはね、ちょっと違うんですよ。で、関節がね、結構曲がるんで、いろいろ。結構いい感じなんですよね。ちゃんとこう、なんて言うんですかね。ボールが入ってて、関節が360度回るし。なんかね、いいでしょ。最初ね、ウマ娘のフィギュアにしようかなと思ったんだけど、ロビンマスクにね、しました。結構筋肉の形とかさ、よくできてないっすか？アニメそのものっていう感じでさ、ちょっといいなと思って。
ついつい買っちゃいました。ロビンマスクでございます。それでは、今度はねハードオフの、500円引きクーポンを使って購入したものを、ご紹介したいと思います。これはねちょっと高いもの買った、こちらでございます。魔境伝説なんですけれども、こちら3500円がね、まあ500円引きで3000円で買えたということで、ネット相場よりもちょっと安く買えたんじゃないかなと思います。でヒューカードも比較的綺麗だったので、いいかなと思って、で中のベトベトになるねビニールはついてなかったですね。あとスポンジも入ってなかったですね。まあちょっと端子だけはね掃除しときましょうか。接点強化剤で軽くね掃除しときます。汚れはないですね。こんな感じで掃除しときます。で袋はねたくさんあるんで、こちらね袋に入れときます。よいしょ。まあこれで綺麗になったかなと。で説明書ですね。どんな感じかな。ちょっと上がシワが寄ってるね。であとはシミがついてますね。このゲームね、ロールプレイかなと思ったらね、アクションゲームみたいなので、買っちゃいました。ちょっと高かったけど、高かったっていうか、相場から考えれば安かったんですけど、ね、こんな感じで、遊べる感じなんですけど、このシミがね、気になるよね。これがね、まあ血液とかだと、今からやる方法で真っ白になるんですけど、ちょっとね、どうかな。キッチンハイターでございます。キッチンハイターで、やってみますね。まあこれでダメだったら、ちょっと今回はね、諦めますけれども。また違った方法で、シミ抜きしないとね、いけなくなるので、ちょっと大掛かりになっちゃうんで。どうかな。血液地味とかだったらね、落ちるんですけど、ダメかな。ダメでした。であと、シワクチャなので、アイロンにかけました。これ不織布でね、挟んで、上からプレスします。軽くね、霧吹きかけてます。よいしょ。不織布の上に、まあ、軽く、水をね、スプレーでかけて、ちょっとスチームする感じですね。上だいぶ綺麗になりましたね。反対側も、やりますか。ちょっとね、暑いんで、少し冷えてから、やりますね。まあでも、だいぶピシッとしてきましたよ。まあ、こんな感じでね、まあ日頃、アイロンかけたりしてます。あまりにもひどいやつはね、まあちょっとアイロンかけとくといいと思います。上のシワがね、少しずつ伸びてきてはいるんですけど、まだかな。じゃあもう一回やりますか。表から。裏もね、やりたいんですけど、今かけたのが水です。上から思いっきりプレスします。これで。水をかけないとね、どうしてもね、伸びにくいんすよね。まあ、久しぶりのアイロン動画ですよね。お、ピシッとしたかな。
まあでもあれちょっとシワ残ってるね。他のところはね、シワがなくなりましたね。このシミのところとか、ちょっとね、ヨレッとしてたのが、大丈夫ですね。まあ、というわけで、魔境伝説でした。まあ、いっか、ここまでピシッとすれば。で、これね、値札は、ちょっと剥がしときますね。値札じゃないか。これはね、ちょっと剥がしときます。ジップオイルでね、剥がしてます。まあ、ケースはね、あまり綺麗じゃないですね。正直。でもまあ、ケースはね、交換すればいいからね。まあ、魔境伝説。こちら持っていなかったので、よかったかなと。で、とりあえずね、クーポンで買ったのはね、こちら2つでございます。で、次がね、2点買ってるんですけど、こちらでございます。レコードを買いました。里見八犬伝のレコードですね。こちらね、大好きな映画なんですよね。映画館に行ったことがあります。確か。で、こちらね、薬師丸ひろ子さんと真田広之さんの、ね、美女とね、美男子の、こう主演がね、話題になりましたよね。もともとね、1000円だったみたいです。それが半額になってたんですよね。価格が落ちて安くなっていたので、買っちゃおうかなと思って。大好きな映画ですし。今でもね、たまーに見るんですよ。里見八犬伝。千葉真一さんとかもね、出てますよね。いやー、いいですね。どうする？これ開けちゃうか。一回中も見てみるか。ね。どんな感じかな。ちょっと乾いてからにするか迷ったんですけど。ね、開けちゃいます。よいしょ。中のさ、なんか、説明書みたいな、説明書じゃない。なんていうのあれ。中になんか入ってるかなと思って。あ、入ってるわ、やっぱり。レコードですね。多分ね、傷はないはずです。これ、ジャンクのところにあったやつじゃないんで。大丈夫そうですね。で、あと、こちらですね。これ、なんていうの？説明書じゃないけど。これ、シミがやっぱり、ついてますね。このシミって何なんだろうな。何のシミかが分かれば取り方もね分かるんですけど、カビなのかな。いやー、この映画すげえ面白かったんだよな。これねもう一回見てみたくなっちゃったな。このシミもね、ちょっと、拭いてみます。まずちょっとアビリティクリーンで、浮き上がってる汚れだけは、一回拭いてみます。そうですね。ちょっと浮き上がってる汚れは取れるんですけど、シミ自体は取れないですね。で、今、キッチンハイターか。それをね、ちょっとつけてみましたけれども、もうちょっとつけてみようかな。やっぱり、シミが抜けてこないので、ちょっと違う方法でやった方がいいかもしれないですね。まあ、これはこれで、また、
ちょっと違う時に染み抜いとこうかなと、思います。まあなるべくね、あの染み抜き剤とか、ああいうのを使うとちょっときつすぎるんでね、なんかもうちょっと他のところを傷まないものでね、なんか染み抜きができるか、まあちょっと研究してみます。まあ、なるべくならね、家にあるもので、染み抜きできたらいいもんね。まあまたね、染み抜きうまくいったよっていうなんか動画作るかもしれないですけど、この文字とかまで消えちゃったら意味がないので、キッチンハイターはね大丈夫なんですよ。文字が消えないんですよ。なのでキッチンハイターで消えるシミだったら良かったんですけどね。そう、血液はねもうシミが綺麗に落ちます、キッチンハイターで。なのでなんか怪我して洋服にね血がついた場合にはね、キッチンハイターにつけとくといいですよ。まあ、これはねちょっとまた、別途研究してみます。でレコードね、傷もなかったので、しまっときましょう。レコードプレイヤーね、あるのでまた聞いてみようかなと思ってます。よし。でここね、ジップオイル塗ったところ、シールがね2段になってて、あの中にうまく染み込んでなかったみたいですね。下側が取りにくいかな。あ、まあでもそれでも取れるか。で少し白く残ったのはね、ジップオイルで拭けばすぐプルンと取れます。よいしょ。じゃあこれで、サトビ発見伝でございました。で実はねもう一個買ってるんでね、そちらもね見ていただけたらなと思います。腰を導きたまえ。いいね、かっこいいね。次です。次はねこちら、六神合体ゴッドマーズのね BGM 集ボリューム2ですね。こちらもね550円で、これもね値下がりしてたんですよ。これも1000円ですね、元値がね。そうだね、ジップオイル塗って、1000円で出てきた。なので半額になってたので、買ってきました。ってことは買取金額はいくらぐらいだったんだろうね。半額でもいいってことは。でこれがね懐かしいっしょ。でこの中ゴッドマーズねすごい好きだったんですよ。よいしょ。傷はどうかな。傷はないですね。ジャンクボックスのやつではなかったので。でこちらポスターがねついてるんですよね。よいしょ。この感じ。いや、いいよね。ゴッドマーツ。これ、あれですね。綺麗な状態でした。このポスターね。いやー、いいわ。うるせえやつらのね、レコードも売ってたんですけど、高くてやっぱりちょっと、買えなくてね。やっぱりちょっとねうるせえやつらはブームが再燃してるので、まあショップもね結構強気の値段をつけてきてますもんね。でもゴッドマーズ嬉しいな。実はですねこのゴッドマーズ、もう一枚ね、以前買ってるんですよね。それと一緒だったかな。ちょっと待ってね。
あ、違うわ。こっちはね、BGM コレクションのシリーズ4、330円で買ってるんですけど、後ろがちょっとね、背開けしてるんですよね。うん、今回買ったのはね、背開けしてないやつです。うん、保存状態も結構良かったみたいで。いや、嬉しいな。330円の値札はね、取ってなかったみたいです。これもね、間にジップオイルが入ってなかったみたいなので、こうやってかけると、ぬるーんと取れます。で、白くなったところは、ジップオイルかけて、こすれば、粘着がね、すぐ取れますんで。また、入れとこう。聞くまで。あとじゃあ1と3かな、買えばいいってことなのかな。それともシリーズが違うのかな。ちょっとわかりませんけど、多分一緒だと思うんだよね。ゴッドマーズシリーズ BGM 集だから。でこっちボリューム4とは書いてないんだよな。だから違うシリーズなのかもしれないけど。まあ大好きなゴッドマーズのレコードがね、手に入ったので、嬉しかったです。あとね、里見発見伝。ね。嬉しかったな。で、あと、こちらね、500円引きで購入できたので、大満足でございます。魔境伝説もね、また9時から動画で上げていきますんでね。で、このロビンマスク、むっちゃ気に入ってるんだけど、ね、これすごい重量感だし。というわけで、ハドフ行ってきたよというお話でございました。今日もね、ご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやー、ハドフのね、LINE 友達クーポン、結構お得なんでね、店行った時にはね、やってるかチェックしてみてくださいね。